皆さんこんにちは。ヨガで世界をハッピーにの愛です。この動画では糖質制限では綺麗に痩せれない7つの理由を説明していきたいと思います。どうしてこの動画を作ろうかと思ったかというと、多分糖質制限、体に悪い理由を説明できるお医者さんとか栄養士さんってあんまりいないと思うし、あと私自身お米をもう10年以上パクパク食べるダイエットをしていて、今32歳なんですけど、22歳からずっとこの日本式ダイエット、お米を中心の生活をしてきて、すごく健康体なので糖質が体に悪いということ自体にすごく疑問を覚えています。で、実際そうじゃないので、その理由を他の人々にも知ってほしいという理由で動画を作ることにしました。で、誹謗中傷すごくたくさん来るのはもう承知なんですけど、もしこの動画を最後まで見て私の意見に賛同してくれる栄養士さんとかお医者さんとか、そういう専門家の方がいらっしゃったら、下のコメント欄にコメント残していってもらえると嬉しいです。じゃあ昨日の夜ちょっとメモしたので、順を追って糖質制限の弊害について説明していくので、もし忙しい人は台所で料理したり、主婦の人とかだったら夜ご飯作ったり、あと掃除したり、あと軽作業しながらとか聞いていただいても結構です。じゃあ糖質制限で綺麗に痩せれない7つの理由を説明していきます。で、長くなったら動画前半と後半に分けます。で、1番目、糖質制限をすればするほど体糖脳悪化。体糖脳っていうのは糖を摂取してエネルギーに変える能力です。で、日本人はもともと体糖脳はいい方です。っていうのはずっとお米を食べる文化だったので、そのでんぷんを消化するアミラーゼがすごい多く出るんですね。だからその炭水化物をエネルギーに変える能力っていうのは日本人はもともと高いと言われています。でもずっと糖質制限して脂肪とかタンパク質からエネルギーを作り出す体質に変えると、ケト体質に導くようなダイエットをしていると、糖をエネルギーに変える能力、体糖脳っていうのがどんどん低下していくんですね。これはもう多くの研究で証明されています。で、糖質制限してる人がたまにお友達とパンケーキ食べに行くとか、お餅を1個食べると、普段しっかりお米を食べてる人と比べると圧倒的に太りやすいです。だから中途半端に糖質制限して付き合いで糖質を取るっていうダイエットが一番体に悪いです。で、体糖脳が悪化すると怖いのは、悪化し続けると糖尿病の原因になるんですね。っていうのは、糖尿病の人っていうのは体糖脳が良くなくて、あとインスリンも自分で出すことが できないので、だからなんて言うんだろう、糖尿病の人にケトダイエットを勧めるお医者さんがいるのは、あれは糖質自体が糖尿病に悪いからじゃなくて、もうそういう糖尿病重度の人は自分で糖をエネルギーに変換する能力がないんですね。で、インスリンも出ないから外から打って補給しなきゃいけないんですね。だから健康な人がケトジェニックダイエットをするのと、糖尿病の人またはがん治療とかで特別な理由があってケトダイエットをする人とでは全然違います。むしろ健康な人が糖質制限をすると、先ほど言ったように体糖脳がどんどん悪化して糖尿病になる可能性まで出てくるんですね。で、2番目、ケト信奉者は食べるたびに罪悪感。っていうのは、日本で糖質を避けるってかなり難しいと思うんですね。っていうのは、日本人自体がもうお米文化だし、お蕎麦とかうどんとかそういう穀物からできた麺も食べますよね。なので付き合いとかそういう人間関係、あと家族で団らんでご飯を食べるという習慣をもう元から何百年って持ってる民族なので、お米を避けるっていうこと自体が難しいのに、ケトダイエットをしてる人は、あ、またご飯食べちゃったとか、甘いもの食べちゃった、あと、あ、うどんは避けなきゃいけないのにまたうどん食べちゃったとか、そういう
食事のたびに罪悪感を覚える女性とか男性もいると聞いています。で、私の知り合い、友達とか自体にも、友達とかにもそういうお友達います。ああ今日またダイエット中なのに甘いもの食べちゃった。で、別に甘いものを食べたり、ご飯を食べることは悪いことじゃないんですね。このなんて言うんだろう、心の不健康さっていうもの自体がストレスを生み出します。で、ダイエットしてると結構食に対する感謝の気持ちとかも薄れませんか？食事自体、ご飯自体イコール悪だみたいな。で、そういう心理的ストレスはすごい体にもやっぱり影響するんですね。ストレス太りという言葉があるのは皆さん知ってると思うんですけど、そういうのは社会的ストレスからとかだけじゃなくて、自分自身に対するその罪悪感とか、そういう普段の心構えとかもすごく健康に影響します。で、その心の不健康がストレス太りの原因になると言っても過言ではないです。で、3番目、もっと科学的な話もします。動物性タンパクの摂りすぎで血液はドロドロ、コレステロール値アップ。ケトジェニックダイエットをしてる人はそれで成果が出たって人も確かにいると思うんですよ。SNS とか、あと有名なジムとかでも食事指導してビフォーアフターみたいな、こんなに痩せたみたいな映像をたくさん見た経験がある人は多いと思うんですけど、見かけはすごく引き締まってて、このムキムキの男性の映像とかケトジェニックダイエットのアドバタイズでよく見るんですけど、見かけはすごくムキムキでも体の中はどうなってるかっていうのは誰にもわからないことなんですね。で、結構ボディービルダーとか、あとアスリート、あとオリンピック選手とかでもケトジェニックダイエットをしていて体調不良になってる人はすごく多いです。で、ボディービルダー自体アメリカでは結構心臓発作とかでたくさん亡くなってるんですね。っていうのは、これはもうすごく栄養学に詳しい人からしたら当たり前で、動物性タンパク、特にレッドミートですね、赤肉の摂りすぎは心臓疾患につながります。実際アメリカ人、心臓病、がん、あと高血圧が原因で死ぬ人すごく多いです。心臓病が特に多いです。っていうのはアメリカ人すごい動物性タンパク取るんですね。ステーキとか、あとハンバーガーで、自分の体重によってその必要なタンパク量って違うんですけど、アメリカ人は体重 ×2g 以上平均男性は取ってるというデータがあります。なので、ケトジェニックダイエットしてる人ってタンパク質みたいな、タンパク質新法みたいな傾向もあるし、実際日本の有名なジム、名前は言わないんですけど、大手のジムとかも、その来る人を短期で痩せさせるために、炭水化物はなるべく省けっていうのをまず指導して、タンパク質多く摂取しなさいっていうハンドブックまで、そういうジムのハンドブックがあるくらい、タンパク質は太らないし、筋肉になるし、髪になる、皮膚になるみたいな、タンパク質進歩みたいな考えがあるんですね。でも実際タンパク質も取りすぎると体に負担がかかるだけじゃなくて、将来いろんな病気になるリスクが上がってきます。心臓にも負担がかかりますが、そのタンパク質、脂質というのは炭水化物と違って体の中でクリーンに燃えるエネルギーではないんですね。タンパク質は肝臓で代謝されます。胃を通って小腸、大腸、その最後に肝臓に行って、肝臓でエネルギー、ブドウ糖に変換されるか、もしくはこういう筋肉とか皮膚とか髪になります。なので、余った分はどうなるのって考えたことある人あんまりいないと思うんですけど、タンパク質は燃える時に窒素、元は窒素でタンパク質はできているので、植物がその窒素をタンパク質に変えてくれるんですね。で、動物がそれを食べて、その動物がタンパク質を持っているのはその植物のタンパク質なんですね。だから我々が消化する時も
そのタンパク質を分解したらその窒素が発生するんですね。そういうあのタンパク質の燃えかすみたいなのがあまりにもタンパク質を取りすぎると腸の中でアンモニアにもなりますし、それが脳まで行って脳にいろんな影響を及ぼす、ホルモン異常とかそういう悪い影響を及ぼすというデータもたくさんあります。で、動物性タンパクの取りすぎはコレステロール値も上げます。結構ケトジェニックダイエットとか糖質制限ダイエットってアメリカでは専門家がついてやるもんなんですけど、日本人で結構サラリーマンとかがやってるケトジェニックダイエットとかはぶっちゃけ言うと全然ケトジェニックダイエットじゃないですね。ケトジェニックダイエットっていうのは 60% 以上脂肪からカロリーを摂取するっていうダイエットなんですけど、ほとんど日本人がやってるのはアトキンスダイエットっていうケトジェニックダイエットの1個前流行ったダイエット、タンパク質を多くとって炭水化物はもう 5% から 10% ぐらいに、タンパク質じゃない、炭水化物は 5% から 10% ぐらいに減らして、とりあえずタンパク質たくさん取るダイエットみたいな、そういうアトキンスダイエットっていうダイエットに近いです。で、大手のジムが推奨しているダイエットもケトジェニックっていうよりアトキンスっていう1個前のダイエットに近いです。で、なんでジムがそういうのを推奨するかっていうと、糖質制限って一番簡単に体重を落とせるんですね。健康をそういう血液の中の健康状態が良くなる悪くなるかとかはそういうことは考えないで、一番簡単に体重を落とすことができるので、トレーナーとしても顧客は喜ぶし、またリピーターにもなってくれるし、宣伝にもなってくれるし、すごい最適なんですね。だから糖質制限を勧めてるジムは多いです。でもそれはちょっとずるいんですねちょっとだけ長くなるんですけど糖質をまず抜くと体で起きることは、その糖が抜けるので糖にくっついていた水分がドバッと抜けるんですね。だから痩せたように錯覚するんですけど、その最初糖質制限して最初痩せた2から4キロっていうのは体の中の水分なんですね。だから脂肪が抜けたわけじゃないので厳密には痩せたと言えません。でコレステロール値がアップするっていうのも、当然牛肉とか魚でさえたくさん食べたらコレステロール値は上がります。で、卵、牛乳、肉、すごくタンパク質が豊富で栄養価も豊富で健康にいいって思ってるアメリカ人もいるんですけど、実際その3つを取りすぎるとがんリスクが上がる、心臓疾患リスクが上がるっていうデータももう医学で証明されてます。で、なんでそういうふうに証明されてるのに、もうヨーロッパの研究でも WHO も言ってます、加工肉の取りすぎはがんのリスクにつながるってはっきり言ってるのに、なんでアメリカ政府とか日本政府はなんて言うんだろう、もっとそういうことを、そういう情報を強く押さないのかというと、スポンサーがもう食肉業界なんですね。アメリカは特にがん協会とか、あとピンクリボン乳がん協会とか、あと心臓疾患に関するオーガナイゼーションも、そういう機構も全部バックにいるスポンサーが大手のファーストフードとか食品会社とか、あと乳製品ヨーグルトの会社とか、そういうのが大手で全部スポンサーでついてるんですね。だからおっぴらに赤肉ががんの原因だとか心臓病の原因だとかおっぴらに言えないんですね。で、結構最近のデータでお肉を食べてもがんにつながらないっていう医学論文、そういう反対のことを言ってる医学論文もたくさん発表されてるんですけど、そういうデータもよく見てみると、その言ってる教授とかが何年も前にそういうスポンサーからお金を受け取ってたっていうケースがすごく多いです。なので皆さんテレビでもお肉は体にいいみたいなテレビ番組ありますよね。ああいうのも全部スポンサーがいるっていうことを考えたことありますか？
多分ない人も多いと思うんだけど、だからテレビの言うこととかメディアの言うこと、 SNS で発信されてることをそのまま真に受けてると自分の頭で考えないとすごく健康を害することになります。すいません、ちょっと脱線したんですけど、4番目に行きます。糖、かっこブドウ糖が足りないことで脳がうまく機能しなくなる。でそれが自律神経失調症になる。ケトジェニックダイエットではその脂肪から作り出したケトン体が脳でも使えるし体中でエネルギーとして使えるから炭水化物はカットしていいというのが理論なんですけど、ケトン体自体が脳にとっては一番の好物ではないんですね。脳の一番好きなエネルギーはブドウ糖です。このラムネにもブドウ糖 90% 入ってるって書いてて、あと羊羹とかは砂糖、ほとんど砂糖と小豆とかでできてるので半分ぐらいは多分ブドウ糖だと思います。砂糖の半分はブドウ糖で半分は確か果糖だったと思います。で多分小学校の頃とかあと生物学とかでも習ったと思うんですけど、人間とかマウスとか猿とかこういう脳がある動物が一番必要な純粋なエネルギー源というのはブドウ糖なんですね。つまりデンプンです。なのでそれが一番クリーンに燃えるエネルギーなのに燃えかすも残らないし、糖は直接脳でエネルギーに、ブドウ糖は直接脳でエネルギーになるので燃えかすも残らないし一番クリーンなエネルギーなのに、わざわざケトン体を使う体質に変えてケトン体を燃やすことで体の脂肪も燃えるって信じてる理論自体が私には疑問があるんですけど、もともとその糖尿病患者とかあとすごくお年寄りでもう糖代謝がすごく低下してて糖をうまく利用できないって人のためにもともとそういうケトン体がいいんじゃないかっていう説が生まれて、実際そういうケースもあるんですよ。糖尿病治療とかにはケトダイエットがいい場合もあるんですけど、でも健康な人は一番ブドウ糖が脳のエネルギーにいいのにわざわざケトン体を使う理由があんまりないんですね。でブドウ糖不足になると脳はうまく機能しないので、車で言うとガスがない状態、コンピューターで言うと電源が入ってない状態、そのエネルギーうまく燃やすエネルギーがないため脳がうまく機能しなくなるんですね。ブドウ糖がないのでエネルギー不足なので、でケトン質に変えてケトン体を脳も利用できるよっていう人もいるんですけど、日本人はあんまりケトン質に完全には移行しにくい体質の人もいるんですね。だからもしケトジェニックダイエットをしてうまく体をケトン質に持っていけなかったら脳はエネルギー不足になって自律神経が乱れます。で脳っていうのはここの脊髄全部つながってて、この脳から全ての指令を発するんですね。心臓を動かせとか、あと腸を動かせとか、あと私たちが寝てる間にも体はずっと動いています。で体は絶対何があっても死にたくないんですね。なので脳は一番カロリー不足、ブドウ糖不足に反応します。でそのブドウ糖がずっと補給されない状態が続くといろんなことをしてなんとか生き延びようとするんですね。例えば筋肉を分解してそれをブドウ糖に変えて栄養にしたり、あと女性ならケトダイエットをして胸が減ったっていう人もすごく多いと思うんですけど、胸も別に何て言うんだろう、緊急時はもう別になくても生きていけますよね。だから一番必要ないところから削っていくんですね。だからそういう体の筋肉とかそういう胸の脂肪とかをブドウ糖にエネルギーに変えるため脳は何とか生き延びようとしてさまざまな不調を体に起こします。でブドウ糖が足りないと脳からうまく指令がいかないので便秘にもなります。
で炭水化物、お米とか炭水化物は砂糖、その炭糖類とは違って、食物繊維、炭水化物は食物繊維とあとブドウ糖からなっています。なのでいきなりこう吸収されて即使われるっていうわけじゃないんですね。食物繊維があるのでゆっくり消化されるし、そのブドウ糖と食物繊維が合わさることで腸がうまく働くんですね。その脳のエネルギーがあるので体をしっかり動かすことができるし、食物繊維はこう腸の蠕動運動を助けてくれるってことは皆さん知ってると思います。で炭水化物はお米だけじゃなくて芋類とか、あと豆類、あと果物とかにも多く含まれてるんですけど、そういうものから体に必要なミネラル、あとビタミンとかも取ってるんですね。だから糖質制限をするとビタミン不足に陥る人もたくさんいます。でお肉とかお魚とかを食べてるから貧血にはならないんじゃないかと思う人もいるかもしれないんですけど、糖質制限してる人ですごい貧血気味の人とか栄養失調になる人がいるんですね。っていうのは腸内環境がどんどん悪化していくんですね。炭水化物を取らないから詰まっちゃって腸も蠕動運動を起こさないし、脳も指令を出さないし、ここで詰まっちゃうとその腸内環境がどんどんこう腸の中が汚れてると、たとえすごい高級なサプリメントとか、あと栄養豊富と言われているお肉とかを食べても腸がうまく吸収して消化できないんですね。なので栄養不足になるケースがあります。実際報告されています。そう、5番目、ケトン体は最良のエネルギーになり得ない。これはさっき説明したのでもう分かると思います。でケトン体を利用するのにすごくいいと言われてる、今 MTC オイルとかありますよね。ああいうオイル自体を私は否定するんじゃなくて、 MTC オイルもなんて言うんだろう、アルツハイマーとかそのお年寄りで糖質をうまく利用できなくて、ブドウ糖をうまく利用できなくて脳の機能が低下してる人に一定の効果が見られたっていう研究論文も読んだことがあるので、MTC オイルとかを否定してるわけではないし、ケトン体も体で使われるエネルギーだっていうことは知ってるんですけど、でも最良のエネルギーではありません。あとこれは知られてないことなんですけど、あんまりみんな知らないと思うんですけど、肝臓はケトン体を利用することができないんですね。確かに脳はケトン体を利用することも緊急時はできます。そのブドウ糖が足りない時に死んでしまわないように、そういうふうに人間の体は進化したんですけど、緊急時は脳はケトン体を使うことはできるんですけど、肝臓はケトン体をタンパク質を分解して肝臓はケトン体を作り出す側なので、肝臓はケトン体を利用することができません。なのでずっとタンパク質とか脂肪豊富な食生活をしてると肝臓はすごい負担を強いられるんですね。肝臓がすごく働かないと、そのタンパク質からタンパク質じゃない、脂肪からケトン体を作り出すことができないので、その肝臓はものすごく働かなきゃいけないのに、肝臓のためのエネルギー、ブドウ糖はないという状態だと大変肝臓にストレスがかかります。で肝臓だけじゃないです、肝臓、腎臓、膵臓に高タンパク、高脂肪の食事は負担がかかります。で炭水化物が一番負担なく燃えるエネルギーです。なので肝臓病とか腎臓病の人の食生活を見てみればいいと思います。これに対して疑問を覚える人は、肝臓病とか腎臓病の人の食生活っていうのは高タンパク高脂質にならないようにすごくお医者さんは注意しろって言うんですね。だからうなぎとかもあんまり食べれないみたいです。あと塩分制限もありますし、っていうのはタンパク質、脂質、塩分がすごい肝臓腎臓に負担がかかるんですね。でサプリメント
サプリメントじゃないや、あの医薬品とかアルコールとかそういう異物は全部肝臓腎臓で処理します。なのでアルコールを飲みすぎると脂肪肝とかになります。でそれはタンパク質脂質も同様で、たくさん摂りすぎると脂肪肝の原因になります。で実際ですね、このアメリカですごく昔からあるウォルター・ケンプナー氏が考えたライスダイエットっていうあの食事療法があるんですけど、1939年からもう採用されていて、いまだにこのプログラムは成功しています。でこのライスダイエットっていうのはもともと肝臓病の人の治療とか、あと肥満とか高血圧の人のために考え出された食生活なんですけど、その内容は主にご飯、あと果糖、あと砂糖まで与えてますね。砂糖とかを取ってもう肝臓への負担を最小限にして、あの体をいたわって療養していくっていう療法なんですけど、すごく成功しています。で多くの人のが劇的に肝臓病を改善したっていうデータも出ていますし、あとすごい肥満な人、日本人どころじゃないですよ、200キロから100キロに痩せた人とか、そういう人とかの体験談もこの本に書かれていました。なのでもうこの教授は、このウォルター・ケンプナー、この教授自体がもうあのドイツ系の家族に生まれて、家系もそういう医学系の家族だったみたいで、もうすごく昔からご飯が体にいいということは気づいていたみたいです。でアメリカでもあんまり日本人は知らないと思うんですけど、日本食って今すごく体にいいとされて注目されてるんですね。これはもうだいぶ古い本なんですけど、この日本食を続けることで こっからこんなに痩せた、こっからこんなに痩せたっていうのが一番本の最初に書いてるんですけど、この内容をパーッと読んでも、この普通の食生活を実践したというだけだと思います。もうなんか魚、味噌汁、ご飯とか、あとたまに緑茶とかほうじ茶を飲むとか、うん、あのどこの家庭でも見られるような日本式ダイエットを実践することをこの本は勧めています。で、うん、スナックに富士リンゴを食べろとか玉露茶、スナックはこの玉露茶がおすすめだよとか、すごく書いてる内容もすごく普通なんですね。普通の日本食を勧めてるだけなんですけど、でも The Secret to Effective and Lasting Weight Loss、 長期間にわたって健康を維持するのにすごく有効なダイエットだとされています。で実際私もすごく賛成できます。で6番目、お金がかかる、環境にも悪いケトダイエットしてとか糖質制限してる人ってすっごいお金かかるなっていうことを SNS にも書いてる人がすごくいました。あの私はインスタグラムでたまにそういう情報を見るんですけど、あもうケトダイエットでなんかこう肉も魚も買わなきゃいけないし、そういう特殊なチョコレートバーとか糖質オフの、糖質ゼロの食品ってたくさんあるじゃないですか、糖質制限ブームなので。そういう食品を買うのにすごくお金がかかるし、で外国産牛肉とかそういうあの海外からの輸入肉をあの買うっていう人も多いと思うんですけど、実際あのそういう遠く外国から運ばれてきたものをたくさん消費するっていうのは環境にも悪いし、あと日本の食肉産業、海外の食肉産業自体、穀物をたくさん動物に与えて、で肥大化させて霜降り肉とかを作ってるんですね。なのでその穀物っていうのはもともと発展途上国の人たちが食べるような穀物だったっていうケースもあるんですね。だから肉食が増えれば増えるほど世界のどこかで飢える人はどんどん増えていくんですね。だからそういう面でも環境にも悪いし、その糖質制限ダイエットはあの
カロリーの大半を肉から取ろう、卵から取ろう、牛乳から取ろうとか、そういう動物性タンパクに頼る食生活は環境にも悪いし、あと道徳的にもあんまり良くないというケースもあります。これはこうはっきり言うとやっぱりあの食肉産業に関わってる人もいるので、私ははっきり言うのはどうかなとは思うんですけど、でもやっぱり食肉産業っていうのは将来的に地球全体のことを考えたら、将来的にみんなが協力して減らしていかなきゃいけないと私は考えています。あとね、あのライスダイエットだったら、その伝統的な日本食を中心として健康を保とうっていうダイエットだったらそんなにお金もかかりません。ご飯自体、日本はすごい米どころ、美味しい米どころがあって、新潟とかあと宮崎とか北海道とか美味しい米どころがあって、すごい良質なお米が安価で買えるのに、それを利用しないっていうのはすごい私にはもったいないと思います。私は今カリフォルニアに住んでるので、日本産日本米を買おうと思ったらすごく高いですし、環境にもあんまり良くないなと思って、こう遠くから来たお米をわざわざ こっちで買うのはあんまりこう なんて言うんだろう効率的でもないなと思うので、昔は日本産日本米を買ってたんですけど、最近はカリフォルニア産日本米というのを私は最近買ってます。うん、なのであの糖質制限はお金がかかるから続けられないって人も多いというのが糖質制限で痩せられない理由の一つです。で7番目、ケトダイエット自体のやり方が日本人は間違ってる。そのこれもさっき言った話の繰り返しになる部分があるんですけど、ケトダイエット自体のやり方が日本人は間違ってるケースがすごく多いです。結構メタボ男性とかが痩せようと思って、あ、糖質制限してるからご飯はいらないよみたいな、ご飯は抜くんだみたいな感じで、なのにビールは飲んでステーキは食べてみたいな。で、アメリカで糖質制限って言ったら、その転換患者とか糖尿病患者とか特殊な人に適用される、もともとはダイエットだったんですけど、そういう場合もちゃんとお医者さんがついて、そういうステーキから取る脂質とかじゃなくて、そういう MTC オイルとかココナッツオイルとか植物性の油からカロリーを摂取して、ケトン体を利用してあの体質を改善していこう、そういう血糖値とかを改善していこうっていう両方はあるんですけど、日本人がやってるダイエットは先ほども言ったようにアトキンスダイエットっていう、タンパク質高タンパクで糖質カットして、その分減ったカロリーで痩せるっていう仕組みに近いんですね。でアトキンスっていう、アトキンスダイエットを考えた確かロバート・アトキンスっていう教授だったんです。教授っていうかお医者さんだったんですけど、彼は心臓病系のお医者さんだったんですけど、彼自体72歳の時に頭を打ってその意識不明になって死んでいます。で理由は心臓発作だったと言われています。で彼は炭水化物は嘘の食品だみたいな、なんかこう生成された植物だからフェイクフードだからリアルミート、なんか本物の食品、お肉とか卵とかミルクは好きなだけ食べていい、糖質さえカットしたらその血糖値が上がらないから太らないっていうことを提唱したお医者さんで、その当時は多分あれも1970年代とかはすごいアメリカでもそれがブームになって、好きなものを食べて痩せられるのですごくブームになって、10人に1人はアメリカ人その当時そのダイエットをしていたと言われます。でも彼自体死んだ時の体重が117キロとかあって、すごい肥満体だったんですね。彼自体すごいリバウンドしてるし、心臓病のお医者さんなのに心臓病で死んでるし、そういうことをその彼の死をきっかけに多くの人がもうあのアトキンスダイエットブームは去ったんですね。でその
その後に来たのがケトブームです。ケトジェニックダイエットブームです。でもどちらのダイエットにも共通して言えるのが、糖質イコール悪としているところです。でも炭水化物は全然悪じゃありません。むしろ脳には必要なエネルギーです。で脳で一番体の中で一番クリーンに燃えるエネルギーです。で今ご飯ダイエットって結構注目してる人はしてると思うんですよ。日本食を中心としたダイエットで、お米ダイエット自体ももう専門家によっていろんなお米ダイエットがあると思うんですけど、今一番日本で言われてるのがご飯6に対しておかず4食べるのがいいとされていて、厚生労働省とかもそれぐらいのバランス、炭水化物6割ぐらい、あと脂質ちょっととタンパク質ちょっとみたいな、そういう食事指導、食事のバランスがいいという発表をしています。でもお米自体にタンパク質も、あと微量ながら脂質も、良質な脂質も含まれていて、あとミネラル、ビタミン B とかも含んでいます。なのでそのアトキンスとか糖質制限ダイエットしてる人は、お米は精白されてるから砂糖と同じで白いから、こう炭水化物の塊で栄養はゼロだみたいに思ってる人いるんですけど、お米は栄養の宝庫です。実際戦前とかの人は炭水化物摂取量が今よりすごく多かったんですね。 80% 以上。でも戦前の日本人に糖尿病患者っていなかったんですね。ほぼゼロだったと言われています。なので炭水化物摂取が減って、欧米食、戦後に欧米食が普及したことによって糖尿病患者、あと心臓疾患とか、あと透析してる人、腎臓肝臓悪い人とかもすごく増えたんですね。だから理由は欧米食にあるのに、なんで日本食の一番中心となるご飯を悪にするかが私にはちょっと理解できないです。で私が一番お米ダイエットで進めるあの進める方を紹介したいと思います。これはもうすごく古い本なんですけど、鈴木園子さんの書いた本はすごくお米ダイエットがどうしてウォークするかっていうことをすごく細かく書いてくれています。でちょっとだけ最後に彼女の書いてることを紹介しますね。で彼女の本は園子のホームページに行くと、園子っていう会社のホームページに行くと、痩せたい人は食べなさいという鈴木園子さんの本が無料でダウンロードして読むことができます。なので私の話を聞いて、ちょっとお米食べてみようかなとか、お米で健康的にダイエットしようかなって人は、その園子のホームページに行ってその本をまず読んでください。で彼女自体は美白の女王として昔知られてたんですけど、鈴木園子さんは学習院大学で食品科学を専攻、イギリス、フランス、イタリアなどに料理研究のために留学、その後栄養学の常識にさまざまな検討を加えた後、ご飯中心の食事で痩せて、食べて痩せる、健康を守るという常識を覆す独特のダイエット理論、鈴木式健康法を定着させたって書いてます。でこの食品病、この本は主に食品病の原因は欧米式食生活、食肉とかにあるって書いてるんですけど、すごい今私が話したことも全て書かれています。で彼女はすごい先見の明があったと私は思います。今最新の研究でいろいろ食肉ががんの原因だとか、そういうことが証明されてきてるんですけど、そういうことはもう彼女がこの本を書いた時は当然そんなにたくさんデータはないと思うんですね。で最近証明されてきてることを全部彼女は予測してたかのようにたくさん書いてます。で私は鈴木園子さんの本をこれ以外にも全部ほぼ全部読んでます。で今アメリカに住んでるので、今手元にはないんですけど、実家にはたくさん彼女の本があります。でこの食品病に勝つ、食で侵された体は食で治すっていう鈴木園子の食糧革命の
121ページをちょっとだけ一部読みます。糖尿病は私たちが美食に溺れて食事の基本であるエネルギー源の摂取を炭水化物、糖質から脂肪やタンパク質に置き換えたため起こった病気です。話を分かりやすくするために、炭水化物をきれいなエネルギー源、脂肪やタンパク質を汚いエネルギー源とすれば、この汚いエネルギー源が膵臓を痛めてしまったのです。とすれば、ここからが一番大切な問題ですが、糖尿病の食事療法でご飯を減らし、牛乳、豆腐、納豆、ヨーグルトなどを勧めるのは誤りなのです。タンパク質や脂肪の摂取、脂肪の摂りすぎによって起こった病気に牛乳や豆腐を勧めるのは、ウイスキーを飲んで交通事故を起こしたドライバーにビールや日本食を勧めるようなものです。やはり脂肪やタンパク質の摂りすぎにつながる食事メニューはできるだけ改めて炭水化物中心のメニューにしなければなりません。きれいなエネルギー源によってしか膵臓の働きは修復できないのです。これはですね、糖尿病患者の人には特に聞いてほしいんですけど、あと境界性糖尿病、糖尿病予備軍の人とかには聞いてほしいんですけど、目先の血糖値が下がるからといって糖質制限してると、もっともっと体糖能は悪化します。で、ご飯は血糖値を上げるからダメだっていう考え方じゃなくて、ご飯もちょっとだけ工夫したら血糖値を上げないで食べることができます。実際私も腹持ちを良くするために、ご飯にひじき混ぜて食べたり、ちょっと食物繊維とかそういうミネラルとか、あとちょっと油が入ったようなもの、そのひじきを油で炒めて煮て作ったらちょっと油が入りますよね。ちょっと油を入れてあげることで、ゆっくり、もっとゆっくり代謝されて、血糖値もそんなビューンと上がらないので、お米はおかずと食べたら血糖値をそんなに上げるものではありません。で、白米だけにふりかけ食べてパクパク食べる人ってあんまいないですよね。なのでその辺はそんなに心配しなくてもいいと思います。で、日本では結構豆腐とか魚とかもすごい良質のタンパク質だって言われてるんですけど、特に魚ですね、魚の油は健康にいいってすごく言われてるんですけど、魚ももう江戸時代の時の魚とは全然違って、抗生物質を与えて育てられている養殖魚もいるし、海で獲れた魚だって海洋汚染がすごくあるので、すごく魚にはマイクロプラスチックが含まれてるっていう研究ももうカリフォルニア大学で発表されています。で、あとお肉が癌につながるっていう研究もハーバード大学とかが発表しています。で、有名な大学が発表してるけど、あんまりテレビでは取り上げられません。で、お医者さんや栄養士さんもおっぴらに言わないのは、やっぱり訴えられたら困るっていうのがあるからだと思います。そうだから、私はなんて言うんだろう、10年以上お米ダイエットをしてるんですけど、すごく体調がいいし、最近はもうほとんどビーガンに近くなってきていて、以前はもっとサーモンとかサバとかはよく食べてたんですけど、お寿司も大好きだし、でも最近は週に1回も魚食べてないです。ご飯とあと野菜炒めたものとかキムチとか、あとたまに卵食べるぐらいだけど、すごく健康体です。で、お米ダイエットを続ければ続けるほど肌の質がすごい改善してきたんですね。だからこれはすごい若い女性にめっちゃ知ってほしいです。20代の頃は、今30代で、20代の頃の方がすごい美容にお金をたくさん使っていました。なんかこう飲めば肌の張りがなんかこう改善するプラセンタドリンクとか、そういうのあるじゃないですか。で、ああいうのいくら飲んでも自律神経がしっかり機能していなかったら肌は改善しません。で、私はもう肉食はもうほとんど、もう本当に特別な時しか私は食べないんですけど、旦那のためには料理するけど、お肉はほとんど食べないんですけど、それでも全然髪もしっかり生えてくるし、皮膚も作られるし、で、ヨガをバンバンするので筋肉もしっかりあります。
で腸内環境もすごくいいし、お米ダイエットをすることですごくいいことがたくさんあったんですね。でちょっと大学生前半の時、21から23ぐらい、2年間ぐらいすごい低インシュリンダイエットっていうのが流行って、とか糖質制限が流行ってたので、ちょっとだけやってみた期間があるんですね。でその時すごい糖質制限で太って、私はその時当時の写真をこの間 Facebook で見たら、すごくここにもニキビができてて、もう顔中ニキビみたいな、すごい50、その当時の最高の体重が54キロぐらいあったのかな。今42キロなので、お米ダイエットを10年以上続けることで12キロぐらい痩せたし、痩せた体重もずっと維持できてるし、で食べて痩せているので全然健康体です。なので家事もしっかりできるし、今こうやって喋ってるのもそのブドウ糖が脳にあるからなんですね。だから糖質制限して体調不良って人は、もう確実に炭水化物不足からくる体調不良の可能性がすごくあります。で糖質制限で報告されている体調不良として、便秘、あとふらつき、貧血、あと口臭の悪化、口に体臭の悪化とか口臭の悪化とか、結構体の匂いが悪くなる、あと何があったかな、あと婦人病にもなるし、無生理を報告する人もいます。あと眠れない、炭水化物を抜くと眠りの質がすごく低下します。っていうのはメラトニンを作るのに炭水化物が必要だからです。でメラトニンを多く含む食品も炭水化物が多いです。オートミールとか、あとご飯もそうだし、バナナとか炭水化物、糖質を多く含むものが多いので、その眠りのホルモン、メラトニンが作られなくなるのも糖質制限で起きることです。で不眠症になると何が悪いかっていうと、体を修復できないので常に疲れている、あとうつ気味、気分が優れない、あと肌も再生しないのでどんどんくすんでいきます。なので結構糖質制限で痩せたって言ってる人の写真見ると、肌がすごい黒い人が多いんですね。もともと白人でも肌が黒ずむ人が多いのは、あれは肌が再生が遅れてる可能性もあるし、肌に水分を保てないから肌の張りもなくなってくる、シワも増えるし張りもなくなってくるし、あと肝臓がやられてるっていう可能性もあります。肝臓を悪くすると肌が結構ブロンズになってきたりくすんできたりするんですね。だから糖質制限して体調不良で肌がくすんでるって人は、もう一度糖質制限で本当に体にいいのかなっていうところから疑ってみてください。と今全部私が話した情報も一度そういうキーワード入れて Google で検索したら、たくさんそういうデータって出てくるので、自分でも検索して自分の頭で考えるという習慣も作ってください。そもそもなんて言うんだろう、お父さんとかお母さんが糖質制限してたり、ご飯が体に悪いっていう情報を子供とかに与えると、子供も糖質炭水化物が体に悪いんだっていうイメージが思っちゃう子供もいて、で子供の頃っていうのはすごい成長とか脳の成長にもエネルギーにもグルコースっているんですね。だから幸せな家庭自体壊しかねないなっていう印象が私にはあります。じゃあ今回この動画を見て、ちょっとでもご飯を食べることに対するイメージとか、お米に対する正しい知識が増えた人がいたら幸いです。じゃあ長くなっちゃったけど、ここまで聞いてくれてありがとうございます。良い一日を。バイバイ。